は赤松くんを調査に来ました。なんか赤松くんおらんらしいですね、最近噂によると。思ってますか、はい、いい当たりでしたか。どんな当たりでした。パーマがイケてますね、今日は。クイクイとかに、クイクイですか。まいまいさん頑張りましょう。50メートルぐらい。あ、パイセン網。グッドモーニング、おはようございます。これはもしかして乱獲されたという噂の赤松くんじゃないですか。グッモーニング。おりましたね、朝から1投目から。赤松くんいましたね、1投目から。釣れてる。はい、多分すぐ釣れるで。コンコンってきた。どうやろ。あと何メートルですか。あと何メートル。あと何メートル。おめでとうございます。ありがとうございます。ジギングで赤松、餌には全部速攻で当たり食う。釣れ、スト釣れたね。なんか赤松くん、赤松くんです。おめでとうございます。しかもフロントフックに、これジグは、ジグはアッシュ、アッシュ、いや、アッシュ、攻撃シグかもしれんね。よし、じゃあ行きましょうか。私も食べたい。全くピンポイントに一周期多分釣れるで。幸先いいね。またいらんことしよう、あそこで。ダイビングシュート、あそこで出た。普通にそこから1メートルぐらいを探るような感じで。何回か曲がないかもしれない。うん、そうやね。でそれでテンションホールでも大丈夫です。釣れましたね、今日は。乾杯。最高、乾杯。赤松も釣れたし。あと何メーター？ 30。なんかエビングシュー人が。あ、ここでエビングを始めた人の前で。回収中にエビングシューで。結構外れる気ね。くるくるして。あー、炭焼きかな、黒松かな。あら、これはもしかして、グーヤン、これもしかして今入れ食いという噂の黒松。入れ食いの黒松くんね、これ。あ、銀目鯛、銀目鯛と黒松や。はい、よし。操船してないのもあるけど、パーマがイケてますね、今日は。なんかゴミからんだろ。あー、なんかめっちゃライン角度が出ちゅうけど、なんか負けんな。マジっすか。下になんかおるで、下に。あれジグ。まあ、こんなんも釣れますわね。こんなんも釣れますわね。炭焼きくんでした。うやん、お話しした。話しかけてみた。まあ、赤松くんおってよかったね、今日はね。
乾杯。赤松君おめでとうございます。ブヤも乾杯。乾杯。黄色やね、服も。小さやなかった。小さやなかった。小さやなかった。プレイ。待てよ。はい。赤松君いました。赤松君いましたね。なんかおらんで、もうこれ今日3匹目かね。3匹目。赤松君もいます。赤松君はいますよ。皆さん赤松君いますよ。今度餌に来ましたね。おめでとうございます。前のコツコツ来たね。さっきコツコツって来たの。コツ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 。ブルブルってなった？なった。ブルブルってきた。なんか初めてブルブルってなった。ブルブルってなった。おもろいろ、ブルブル。37。27メートル。あ、クロム、あれ外れたろうかね。赤ムツ？ブルブルなったき。パーマ押したし。え？パーマ押したし、赤ムツ。パーマ、パーマ買おうか。40行ってみましょう。めっちゃ動きめっちゃ動きやん。それ動きすぎやろ。それめっちゃ動きすぎでしょ。絶対貨物。絶対貨物らしいで。絶対や貨物やって。めっちゃ動きやったね。あ、ほんまや。いや、ほんまや、ほんまや。やるー、やるー、やりましたー。外れたけど。アビス、アビス来ましたね。ありがとうございます。今日2匹目ですか？3匹目。やるおめでとうございます。何匹目ですか？4。やっちゅう。うや、見たで。それはもしかしてアカムツじゃないですか？ダボーじゃなかったけどね。うん、なかなか違うかった。おります、おります。アカムツくん釣れたらどうするぐらいだっけ？どうする？どうするぐらいだっけ？え、アカムツ愛を表現してもらってもいいで。久しぶりにやるやき。ちょっと緊張しちゃう。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。やりました。やります。アカム通りますね。おるね。クロム、クロム釣る方が難しい。ねえ、クロム釣れんねえ、なかなか。ねえ、クロム強釣らんねえ、難しい。いや、ほんまやもんね。ちょっとしか釣れんかったね、クロム。そうやね。アカムツの季節がやってきたよ。お絶滅臭とか言うと思う。赤松1匹。お母さんのやつ。まだ何時かな、今。10時やね。今日はなんか、発生だから。ないね。ビール芸人。ビール芸人。今日はビール芸人特集ですか？なんか、九州で芋ばっかり。そう、九州。クラフトビール、美味しいが？これは長い。これどこのビール？これはいける。日立のネスト。日立のなんか。そのクラフトビール会議するやったらいっぱい持ってきたの。なんちゃらの話みたいな。全然これ。黒ビールもそうなの。黒ビールもそのクラフトビールの中にあるけど、なんか今日なんかも。今日何しに来たかやったっけ？ビール会だ。ビール会だ。いや、黒もつが入れ食い言うたき、黒もつ釣りに来たんやけど、難しいね、クロム釣るのはね。なんか赤いのしか釣れんぐらい。赤いやつはね、赤も釣るでね。赤も釣る。いっぱいおるで多分。このビールでもグーヤンカラーやね。グーヤンカラー。同化しちゅうで。
あ、もうちょい釣る赤松、うん、黒松狙ってみる。 やめちゃった、難しい針がなくなるだけ、黒松釣ったらヘビングでしょ。もう赤松釣ったきもういいか、そんなに釣っても困る、赤松まだシーズンやないのにね、多分、うん、まあでもちょっと潮がちょっと緩くなってきたき、あのやりやすくはなったね、全然ね、うん、多分真面目にやったら積んでいくかもね、一日やったらねまあまあ高級魚あんまり釣ってもね、一、うん、人で20匹とか釣ったらねもうちょいやってみましょうかね、うん、はい、あいつ面白いね、ここから見えたらめっちゃ寒かったどう見ても釣れ中心、赤松っぽいですね、あたりがもう、ま、そこバシャ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 やって、なんか砂煙が上がってそこをゆっくり上げてきたのなんていう、うん、やって砂煙を立たしてちょっと上げてみたいな、巻いて、巻いて、抜いた、え、寝かかっちゃった、そんなことある、ない、赤松ちょっともうちょっと上げる、二刀流中ですか、中心海釣りながらエビング、着底しましたか、来た、多分釣れるですぐ、来たらクルクルしてよ、クルクルしてよ、夢っぽいな、でも来たね、うん、夢に食われたかな、どうやろう、ちょっと待ちょってみて、竿がププって動いたら釣れ中、夢に食われたかな、今の来た、巻いて、それも電動に変えていて、今の来たね、中心海に戻っちゅうエビングから中心海に戻っちゅう
でもね、このドーナこの角ドーナツっていうか、これからん、この横が。これで赤持ちやったらいいのにね。おおおおちょっとできすぎてないか、これは。できすぎてないか。ジャムロット4番。ジャムロット4番。シーボー。何メートルですか？あと75メートルです。すごいね、これ釣れた。おおめちゃ動いた。めちゃ動いた。おめちゃ動いた。網取ってきたいね。網取ってきたい。あ、ゆめちゃんや。ゆめちゃんでした。あの格闘の動画撮っちゃったらよかった。一部始終撮っちゃったらよかった。お、あ、魚や。やった。マイマイヒット。ゆっくりでいいで、大丈夫ね。その場で。やったね。やるー。やるー。いきなり来たね。え、いきなり来たね。パイセンの方見えた。パイセン。パイセンまさかの根がかりからの復旧。めっちゃ根がかりからの復旧。なんか面白い展開になってきたけど。ラストおめでとうございます。何やと思う？え？何やと思う？わからん。パイセン何っぽいっすか？みんなわからん。あ、ちょっと待ってよ。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 はい。あらららららら。アビスなくなっちゃう。残念。アビス、アビス、アビスがエビスに変わった。重い。アビスがエビスに変わった。でかいですよ、これ。しかも。おめでとうございます。おめでとうございます。まーす。根がかり。これもエビスやない？違う？マハタっぽい？マハタ？エビスやったら、持って帰ったらいかんやつやろ。え？もうあれいかん、あれ、あれいかん。あれいかんってやつ。エビス持って帰ったらいかんがやろ。エビス持って帰ったらいかんがやろ。それだけはやめてって。うっかりやったらね、マハタかうっかりやったらいいね。だから写真撮影会しましょう。寝がかり格闘し中期で。あー、全身打撲的な感じだね。うかりっぽいかな。エビスかな。あと8、7 8？ もう来るで。もう来るっすよ。はい。まさかマハタやないでね。あら、あらあら、またやっちゃったね、これ最後に。これはアビスでマハタ？え？アビス？アーク。あ、アーク？アーク。アークでマハタ。アークでマハタ。やったねー。アビスがエビス？エビスが、アビスメガパリかもね。釣れたね。おめでとうございます。アビス。あ、アーク。アーク。アークやこっち。はい。カモメちゃん、めっちゃ伸びる。楽しい。お好み焼き食べたい。お好み焼き食べたい。違うの、ビール飲みたい。それはもう飲んだ。